YouTube をご覧の皆さん、どうも翼です。はい、やってきました。この季節、髪を切る季節ですね。あれ、前何月だっけ、覚えてない。10月とかそれぐらいだと、もう半年だから経ってるんでね、もう本当に伸び放題なんで、またね、彼女にね、髪を切ってもらおうと思います。ちょっと今回はどういったコンセプトというか、どういうのがいい？だから、もう一回言うけど、選べるの？選べるよ。だから、選べるんですね。うん、じゃあ、春っぽくお願いします。前回と一緒でいい？前回と一緒じゃおかしいでしょ、時期が。なんで？前回はだって、秋口頃にやってるんだから、同じじゃおかしいでしょ、っつうの。まず、一頭入れないで、ブワッとこう入れないんですか？いてててて、なになに、いてててて、なになに、膝立ちしてる、つま先立ちしてる。びっくりし、今、なんか噛みつかれたのかと思って今。楽しみです。さあ、切っていくぞ。バリカンですね。おお、いや、大胆ですね。ワイルド。いや、だいぶさっぱり、なんかお侍さんみたいな感じだけど。え、今のためらない？え、今なんぼかなと思って。ああ。おい、先生、これ9ですか？確か5。 7? いや、結構これ刈り込んでますね。でもね、こう触り心地は、ああ、いいねって感じ。じゃあ残りもお願いします。いいですね。はい、ちょっとね、今押さえてんの、ちょっと痛い痛いって何？お前、それ玄関掃除するやつだろ。お前、痛いわ。痛い痛い痛いよ。何？痛い痛い。でも三六のちゃんこんなやつでやんねえ。やってるけど、玄関掃除してるやつじゃねえわ、さすがに。いいからいいから、後でね、それやりたいだけでしょ、それ。お願いします。痛い痛い痛い。ちょっとくしゃみする。バカ。それでジョキンって言ったらどうすんの？それやりながら、バカ野郎。そろそろ佳境ですか？いいんじゃない？はい、いいですか？完成ですね。じゃあ、あとはセットをしてもらって完成です。さあね、じゃあセットしてもらいましたんで、今モザイクを外したいと思います。せーの、じゃらーん。いやね、もう結構がっつり、まあこれからね、春になりますんで、短くなるからね。え、暑くなるからね。暑くなるからね。暑くなるんやと思う。え、短くてもよかったの？いや、だからそれはまた夏場になったらまた切ってもらおう。それすぐ。はい、大変満足です。ありがとうございます。何点？いや、でもね、うん、今回は、お、前回何点？前回、いや、わかんないけど、俺は前回よりは満足して。前回よりか、いいよね。成長してます。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。まあね、こうやってね、髪切ってもらう、本当に楽しいですから、いいんですけど、ただ気をつけなきゃいけないのは、髪を切るって実はね、免許が必要なんですね。だから、おおっつって、よくほら、ふざけて髪切ったりしてる時あるじゃん。あれ、犯罪だからね。髪を切るって免許が必要だから、本当は。まあ、これだから切ってって言ってやるから、あれだけだけど。あ、そうそうそう。だけど、髪切ると犯罪だから。気をつけてください。はい。じゃあ、それでは、また次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね。